通常は魔晶石を消費してスカウトを実平和だね。各高密度のエネルギーを検出しました。急がないとヤバそうだ。このオーラはな、おいおい、これってを見て物を言えよ。発言は許してやるが、言葉は慎重に選べ。誰一人逃がさない。神の怒りに焼き貫かれろ。メギド、これが俺の覚悟だ。強力な仲間が国、新たなクエストが解放されました。国、確認しました。ここでは感づかれるか。感づかれる、もういいよ。案内、帰り道に魔獣が。せっかく村に案内してもらうんだ、そのくらいは手伝わせてくれよ。本気で行くぞ。敵や味方のキャラクター長押しで対象の詳細情報を展開します。敵の情報を把握して戦闘を行うことを推奨します。村に向かう道中。それにしても粗末な村だ。ベルドラの鼻息で吹き飛びそう。ようこそ、お客人。私は、はい、実いや、我らの神が一月前にお姿をお隠しになられたのです。そのため近隣の魔物がこの地にちょっかいをかけ始め。神ってベルドラのことか。時期的には合うな。魔物よけになっていたということか。我はそれで力を貸してほしい。しかし自分はスライムですので。あはは、ただのスライムにそこオーラ。大賢者、魔力感知の視点を切り替え。自分を視点を切り替え。うわ、オーラを出したままだった。大通りを社会の窓全開で歩いていた。もちろんでござい。そうか、お、引っ込められた。おお、我々を試す。そうだな。で、何の見どころだよ。ははゴブリンの話。ゴブリンの戦士が多数、その中に名持ちの守護者の。その戦士も討ち死にし、ガロー族は全部で100匹程度。
こちらの戦える者は60。絶望的な戦力差だな。あ、その名持ちのゴブリンの。いえ、ガロー族の情報は、その戦士は私の息子で、これの兄で。そうか、村長。は、はい。俺がこの村を助けるなら、本当は、見返りなんても。我らに守護をお与え。そういえば、何のかんの言って、昔から頼まれ。ビビる必要は、これからお前たちの願い任せておぜ。ありがとう。ふむ、まずやるべ。村長。かしこまり。仲間の増加に伴い村を発展させる必要があります。家を建築。みんな。リムル様、やる気十分だな。チェックマークをタップすると住民数が増加。村の達成報酬では多くの魔晶石を。他に各施設をタップすると施設レベルアップで村に訓練場を建築することを推奨します。訓練場を建築。みんな強くなったみたいだが。はい。油断は禁。よし。はっ。訓練場が完成します。今後も家や村の様子を確認するためホームへ移動し、コク、達成済みのミッションが存在します。コク、性能が向上しました。スキルを獲得しました。コク、スキルを獲得しました。大賢者が成長し、思考加速とミッションの達成を重ねることで様々な機能。コク、クエストや強化対象の推奨情報を展開し、引き続きクエストを進行させること。お帰りなさいませ。コク、コク、今日は何？エネルギーを検出しました。急がないとヤバそうだ。このオーラはな。誰一人逃がさ。平和だね。密度のエネルギーを検出しました。急がないとヤバそうだ。このオーラはな。おいおい、これって
逃がさない。神の怒りに焼き貫かれろ。